中ですね、名古屋の5296タントさん、よう行くなあんな。信号無視ですね。クラウン信号無視、当たり前のように言っちゃいましたけど、矢印ね、左左折と私のこの道なり少し左に寄れていく矢印が出てただけなんですけど、いわゆる右折ですよね。信号無視で右折しちゃいました。普通に子供投げにスーッと右折、信号無視していきましたよ。ああいう人本当絶対事故するんでね、もし助手席に乗っててそういう運転される方いたら、あ、本当に心配してるよと確かめてくださいね。もうそのためです。自分のためだしね、一緒に地獄行きたくないと思う、一緒に天国行きたくないと思うんでね、いや本当気をつけてくださいね。多分違反したことさえ今のクラウン、首都のクラウンね、プリウスやったかな、まあなんか最近似てるんでよくわかんないんだけども、本当にね、嫌な瞬間ですよね。ああいう当たり前のように違反していく車見ると、自分が追突されたりしないかなとかね、右直事故の、ね、相手になってしまわないかとか、巻き込まれるんじゃないかってね、マジで怖くなるわ。怖っ。あれね、信号が青になるんですよね。赤矢印じゃなくて青になって右折できるようになるんですけど、まあ、それをもう全然知らないというか見過ごしちゃったというか、残念ですね。はい、30キロ制限ね、ここ。オーケー。はい、乱横断の方もいらっしゃるんで気をつけます。30キロ制限だよーと。あれ信号無視です。やば。信号無視平気でするんですよ、こんな危険な交差点で。めっちゃ怖いっすね。なぜか自分でクラクション鳴らしてるっていう、わけわかんねえ。気をつけてください。